はい、どうも、ラッチステーションのラッチです。12時回る前にちゃんと動画上げろと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。昨日やったブルーラインボヨンボヨンの、続きのコンボをね、作っていきたいなと思います。とりあえず、ブルーラインの形から、アトミックファイヤー、ブルーラインアトミックファイヤーバレルロールコンボを、つなげてやっていきたいと思います。このボヨンボヨンの方はなんか1日やってたらだんだん安定してきたんで、ここをちゃんとうまくつなぎたいですね。まず、ブルーラインに、スムースマウントで入って、で前に1回ロールしてボヨンボヨン戻して、バレルロールに行きます。ここでねちょっと外れがちなんで、しっかり、ここはヨーヨーを2つちゃんと一直線上に並べるっていうところを意識してやっていきたいですね。ブルーライン作って、ちょっとボヨやって、で、流れで戻して、バレルロール。バレルロールやった後にこの赤いヨーヨー、前に一回クッっていう風に乗せ替えないと絡むんで注意です。てな感じでブルーライン系の技もいろいろ増やしていけたらなと思います。今練習中の技は、他ではキンキートラピーズです。うまく乗せられるようにね、今練習中です。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それでは、ラッチステーションのラッチでした。また明日。